改めて名乗っておこうか。私がスター団、マジボス、カシオペア。ではなく、ボタン。マジボスの力の前に、ゴーベア垂れてひれ伏すがいい。そういうキャラなの君。それはボスとしてのキャラなの？スター団のボタン。ブラッキー。あー、V 図かこいつ。もしかして。だから EV か。勝負するなら手は抜かない。それがスター団の掟。あー、ギャー、ギリギリだなー。悪、悪って何が効くんだ？逃げよ。ギャー！あ、でも、大丈夫だ。能力変化は。しっぽ切りは能力変化受け継がねえよな。一応サイコファングあるから、エスパーでいいんか？悪って格闘も行くんだっけか？正義の拳が効くんだっけか？まあいいや、サイコファングで。あ、効果ねえのか？効果がない？なんか違うの持ってんのか？ブラッキーってなんだっけ？悪、フェアリー入ってる？ギガインパクトしよう。身代わりあるし。あ、勝てー。再起ねー。いや、フェアリーじゃねえな。なんか違うの持ってんのか？あれ？そもそも悪に効かないのか？身代わりなくなっちゃった。そう。あ、でも攻撃下げてくるだけか。じゃれついとくか。効果抜群でそこか。攻撃下がってんのが痛えのか。最近は全然効かねえな。一段階だな。うおー、二段階下げてきた。でもさすがに落とせる。オッケー。ふぅ。あ、ブースターか。ブースター誰が効くんだよ。あー、いや、ガジラか。ギリギリ。あ、大地の力持ってるガジラが刺さりそう。結構相性関連の技が微妙なんだよね。一点突破になりがちだ。ブースターは、あれ、俺進化させてねえな。図鑑埋めで EV 進化させてねえわ。石渋って進化させてないから、持ってねえや。あー、やばい。あ、でもいいや。攻撃が下がるだけだからね。ガジラ攻撃捨ててるから。第一の力、身につけた。オッケー。いけるいける。あ、こいつ、あ、なるほど、そういうことか。悪組、炎組か、今の。あれ？でも水だな。と思ったけど、水だな。あれ、団員の流れかと思ったんだけど、水だな。水組、あ、でもそっか、格闘がそもそもいねえか。早いとこ、ブイズも全属性出してほしいよね、全タイプ。いや、ワイルドボルトでいっか。やべえ、攻撃下げてくるな、ほんとに。抜群で、それか。下がってなかったら行ったかな。インファイト。下げるねー。オッケー。
ビーフィア。まあガジラだな。最後誰だろう、ニンフィアかな。いやまだエイフィム残ってんのか。これはさすがにフレアソングで一緒。痛い痛い痛い、早いねー。てかそもそもガジラは遅いからな、スピードが。オッケー。でもフレアソング使うと特攻が2段階上がっちゃうから、できればもう一回使いたかったけどな。そのまま使えないかな。サンダースか。いや、いけるか。地面技持ってるから。おい。あぶね。あー、よしよしよし。かわしたかわした。いける。これはペパーも行ってやった方がいいかもな。どうしよう。行こうかな。あ、やっぱニンフィア来たか。どうしよう。どうしようね。では行くか。能力変化戻っちゃうのが嫌だけど。申し分ない強さだな。ボスたちが得られるわけだ。ラスト一匹。でもやってきそうだな。じゃあ俺もやっとこ。あ、やんねえのか。全力で出しちゃったかな。ぶっ潰しちゃうけど大丈夫そう。星々のように。あ、やるんかい。テラスタルなりたい自分に変身しろ。やるんか。あれ逆、あれいつも向こうが先じゃなかったっけ。そうだっけ。まあフェアリーか。そうだろうな。ダストシュート決まった。よっしゃー。外さないね、ダストシュート。ここぞってとこで外しそうで怖いな、それ。やった、いけた。あー、これペパ行った方がいいな。今日ペパ行っとくか。これで終わり。これでスターダストストリート終わりか。終わったよ、みんな。何年前これ。これで終わりにしよう。あ、1年ぐらい前の話か。1年ちょっと前。終わりって、スター団解散って。それさ、マジで言ってんの？スター大作戦のせい、ちょっとやりすぎた。まあ、ド派手にやったからな。校庭にいじめっ子ども集めてさ。呼び出したんだ。でも私たち結局喧嘩も何もしてないよ。こちらをいじめを、こちらはいじめをやめねば断固戦うと決意を述べたのみ。無血の勝利でありましたな。それはすごいんだけどさ。俺たちの格好にビビったのか、あいつらポケモン勝負もせずに、泣きながら謝ってるだけだったもん。でもあの後いじめっ子たちみんな大騒ぎして逃げちゃって、問題が大きくなりすぎた。うちらもただじゃ済まないよ。確かにまずいかもね。うちがなんとかする。おい、何言ってんだ。スター団始めたのはうち。みんな巻き込んだのもうち。だからうちがけじめつける。マジボス殿。いじめなくなったんだし、みんな学校行って。てめえはどうすんだ？うちは学校行けないんだ。なんでよ、もう引きこもる必要ないでしょ。
みんなにはありがとうとしか言えない。リアルで会ったことないのに優しくしてくれて。ちょっとマジボスちゃん、言い方お別れっぽいよ。やることあるから。何おっしゃってるでござるか。ちょっとマジボスってば。クソガキ様だな。近っ。バイバイ、ありがとう。近すぎやしねえか。外からなんか声聞こえるなーってならないのか。ありがとう。ラキア、寝るけ。確かに見届けたぜ。立ち会いに。これでうちもスターダムは。待ってくだ、くれないか。改めて確認したいことがある。確認？マジボスであるあんたがなぜスターダスト大作戦を企てた？解散しようって言ったのに誰も段やめないから。マジボスが命令しても？お願いはしても命令はしない。そういう段の掟だし。掟。ボスたちも掟を大事にしていた。だから掟使って段を解散させようと思った。掟で決められた理由ならみんなスター団を辞めると？そう。掟に乗っ取って戦わなきゃダメだった。それでスターダスト大作戦を。カシオペア、最後に一つ聞かせてくれ。あんたにとってスター団、団の仲間たちは、どういう存在なんだ？大事な。宝物だよ。やっぱ共通認識なんだな。よろしい。よく分かりました、ボタンさん。ん？は？私からボタンさんにお話ししたいことがあるのです。え、喋り方どうした？急に怖ー。マジビビリされてるぞ。そうですね。まずは正体を明かしましょう。え、またやんのか、そのヤクザ脱ぎ。やったわ、ヤクザ脱ぎ。校長！カシオペアがボタンさんならば、ネルケはクラベルだったのです。いや、なんで？いやいや、なんでだよな。そうだよな。スター団の皆さんときちんとお話しするためです。教師と生徒、まして校長が相手では皆さんの本音が聞かないと思ったからです。だからって、変装までする？ズラのチョイスも意味わからん。いや、時代なんだよ。なんか、そろそろいいでしょうか。皆さん、いらしてください。来てたのか。実は全員見届けてたのか、生で。え？久しぶりだな、マジボス。ピーちゃん。ピーちゃんって呼んでたの？久しぶりってか、初めましてだろ。本当の名前も今知ったしさ。メロちゃん。初めて見るマジボスの、ご双眼誠に眼福でござるな。襲名、あだ名じゃねえんだ。本名はボタンだっけ？元気にしてたの？オルくん、襲名だけなんで呼び捨てなの？やっと会えたね。すっごく心配したんだよ。ビワネ、いや、なんで襲名だけマジで本名なの？シュウくんとかじゃダメなの？じゃあ、せーので。お疲れ様でした。ちょっとみんな動きバラバラじゃなかった今。え、やれよ。やれよ。みんなにやらせてんだからやれよ。さて、ボタンさん、そしてボスの皆さん。アカデミーを代表し、スター団に申し上げます。本当に、申し訳ございませんでした。え？アカデミー校長クラベル、一生の不覚です。でもあんた、校長になって1年ちょっとじゃん。え？スター団結成の理由、活躍はボスの皆さんに聞きました。私が赴任してから見ていたいじめのないアカデミーの姿は、あなた方の悲しみと怒り、勇気が勝ち取っていたということを。まあそうだよね。結論から言います。学校としては大助かりだもんね。スター団への解散要望及び、ボスの皆様への退学勧告は、直ちに撤回いたします。つまりそれってさ、
スターダン続けてもいいってこと？ええ、スターダンの解散はもはや必要ありません。あ、ちゃんといい感じに導いてくれよな。他の生徒の示しをつけてほしいわ。やったー、ボタンちゃん、これからもみんな一緒だよ。強越至極でござる。でも、うちみんなを裏切って。スターダスト大作戦のこと？クラベル校長から聞いたよ。ダンにこだわって退学しそうな僕らを心配しての行動だろ？別に解散って言われても、はいそうですかって俺らじゃねえし。我ら思うボタン殿の心中察するにあまりある。心配させてごめんね。私たちもう大丈夫。だとしても。話を続けますね。先ほど申し上げたように、スターダンへの解散要望は取り下げます。ただし、スターダンの皆さんが行った、長い無断欠席、制服の改造、アカデミー備品の勝手な持ち出し、ライドポケモンの改造及び暴走、などなどなど、学則違反、もろもろは見過ごせません。そりゃまあ、ね。奉仕活動かな。故に処分として、あ、やっぱそうなんだ。奉仕活動をしてもらいます。奉仕活動？まあ、なんだろうな。今、ダンの下っ端たち？あいつらも学校行ってないから、そいつらを学校に行かせるように先導していかなきゃいけない気がするんだよな。はい。スターダの皆様には、STC の運営をお願いします。何それ？ ST、何の略？S はスター、T はトレーニング、C はセンターを意味します。スタートレーニングセンター？ スタートレーニングセンター。アカデミーとポケモンリーグで新設するトレーナーを育成するための施設です。何それ？これはラキアさんがアジトに勝ち込んでるのを見てひらめきました。スターダンの戦法やアジトはユニークかつ独創的。訓練場にするってこと？そのまま。ですのでアジトはトレーニング施設としてスターダンを STC スタッフとして活動を継続していただきます。以上、問題ございますか？もっと詳しく詰めさせてくれ。いや、楽しそうだし、なんかウィンウィンっぽいけど。俺たちが言うのも変だけどさ、ボタンも一緒にやろ。さよ、ボタン、ドルも共に。学校も一緒に通おう。何があっても私たちが守るよ。スターダム学校も両立できたらいいねって、僕らで話してたんだ。ダメか？ダメじゃねえだろ。願ったり叶ったりなんじゃないかな、ボタン氏としては。スターダンもなくなって欲しくなかったし、みんながそのことで学校辞めなくて済むようになったし。みんな。ラキア、どう思う？いいと思う。でも、今決めなくても大丈夫ですよ。ゆっくり考えてください。ひとまず、解散しましょうか。ダンではなく、この場を。みんなはそのまま、お茶でもしてなさい。ラキアさんは後ほど校長室まで来ていただけますか？ああ、いいよ。そうか、校長の話はスターダン進むことだからな。行くか。他の内容スキップになるのかな？今まで話してなかったんだけど。全部聞ける？あの座高の低い椅子に座ってねえや。ラキアさん、いらっしゃいましたか。スターダの一件に関してお礼を伝えなくてお呼びしました。あれ？あ、抜けたかもな、これ。全部すっ飛ばされたかも。あなたがいなければ私はスターダの皆さんに誤った処分をしてしまうところでした。誠にありがとうございます。はい。どなたでしょうか？ボタンです。どうぞ入ってください。お邪魔します。STC、みんなとやってみたいんですけど。それは素晴らしいですね。いいお返事をありがとうございます。でもうちみんなより処分重くなるような気がしてて、スターダスト大作戦を指揮したからですか？いや、違くて、うち完璧悪いこともしてて。完璧悪いこと？あ、LP の話か。不正の話、昔なんかあったな。あ、やっぱそうなんだ。なんか不正でそれをやってたやつがいるっつって LP の話出た時にあったもんな。スターダスト大作戦でギャラとして配ってた LP、
あれ、リーグの LP 管理システムハッキングして、ちょっとあの、不正発行してて。ああ、なんということを。そもそもポケモンリーグのシステムハッキングできるとは。いやー、そんなにむずくない、じゃなくて、ごめんなさい。すげえ能力あるんだな。さすがにその件は私の範疇を超えますね。犯罪だからね。ポケモンリーグのトップ、小野高さんにも相談してみます。ですよね。申し訳ありませんが、ラキアさんは席を外していただけますか？校長のイベントスキップになったかな、これ。あ、もうどこ行ってもいいのかな。校長いなくなった。校長いなくなった？あれ、どこに向かえって出た今。しゃがんじゃったよ。あ、もうどこ行ってもいいのか？あー、出たらいいのか。ラキア？どうした、ボタン。ちょっと話があって、うちらが初めてやった学校の階段前に来てほしい。待ってる。ほう。階段前ね。そう。あー、ちょっと届かない。あれ、ここじゃなかったっけ？あ、いるわ。何考えてんだろう。何？お疲れ様でした。団作ったメンバー6人で最初に考えた挨拶。ダサすぎて逆にありだよね。あ、クソダセーと思ってましたけど。 LP 不正発行の件、やばいことになると思ったのに、あっさり許された。どうなった？ポケモンリーグでエンジニアとして奉仕作業すればチャラだってさ。まあそうだよね。でも校長言ってたように、多分ポケモンリーグってめちゃくちゃ管理が厳重で、そこに不正アクセスできる人間ってことは技術がすごい高いってことだから、そいつを引き込めば多分ね、その発行、不正発行した分をチャラにできるところか、それを上回る報酬を得ることができるから、見返りの方がでかいんだろうね。ハッカーをなんか引き込むのって割とありな話だしな。報酬作業すればチャラだって、卒業後もぜひ来てほしいって言われた。ああ、就職先見つかったじゃん。校長にも小野高って人にもなんかすごく褒められたし、素晴らしい才能だとか、尖ってるものは武器になるからな。呼んどいてごめん、リアルで話すの苦手な。うまく言葉が出てこないし、だけどありがとうございました。ラキアのおかげでスターダも仲間も救われた。感謝しても、今いいとこ。感謝してもしきれない。だからこれ。流星群。あなたなら多分使えるはず。それと、ラキアに借り返したい何かあったら言って。特に機械とかハッキングとか得意分野。ははははは、わかったな。ラキアが困った時は今度はうちが助けるんで。じゃあまたね、お疲れ様でした。尖った武器を持ってるやつか。スターダストストリートクリア。尖った才能は武器になるからな。いやー、今のボタンの発言で分かっちったな。エリアゼロの観測隊の真似事をもう一回しようって話だろこれ。機械に詳しいエンジニア、ラキアなんだろうな。なんだろう、バランサー？リーダーかな。で、ネモがバトル要員、戦闘得意分野。ペパーが料理とかの補給部隊かな。観測隊の管理部門かな。ってなると、多分また観測隊の真似事ができるんだ。クリア後それなのかな？多分それするんだろう。さーて、じゃあ、ペパー行っときますか。